今日は70点ぐらいですかね。2023年の10月の16日月曜日なので仕事していて、でも日曜日にちょっと考えてこういう方針で進めたらいいんじゃないかっていうのがあったので、まあ午前中で他の人にも振り出して、こうなんかすぐに売り上げが改善されないとしてもこの方向でこういうことやっていけばいいんじゃないかみたいな、そういう打ち手を稼働させ始めるとやっぱり気持ちとしては前向きになっていくし、まあぐじぐじせずにとにかく行動量を重ねるってことが仕事とか、まあ他のこともですけどやっぱり大事だなっていう基本を再実感しましたね。で今日は内定チャンネルの、まあ主に株元さんのコメント見るのが好きなんですが、それも読んでいて、で面白いなって思ったのが、こう総計の人にはまあなんとなく伝わって、マーチの人だとたまに伝わらないことがあって、でマーチ以下の大学の人だとそもそも最初から伝わらない前提でこう噛み砕いたり細かく指示を伝えるみたいな、そういう株元さんのマネジメント論みたいな動画がどこかにあって、まあ当たり前といえば当たり前なんですけど、相手の理解力想定して相手に合わせて伝えるっていうのがまあ大事って話で、なんかどうしても今まで自分としては結構誰に対しても同じように話しがちなところがあって、まあそれがいいって褒められることもあったんですけど、その相手の反応とか見ながらその伝え方だったり指示の振り方とかも調整していくってところは自分の伸びしろとしてあるなっていうふうに思って、面白い動画でしたね。で仕事が落ち着いてから音声配信したり聞いたりして、半年ぶりぐらいに久しぶりに話せた人もいたのでちょっと嬉しかったですね。なんか久しぶりに会えたり話せたら嬉しいって人が何人いるかみたいな、そういうのも人生の幸福度にだいぶ影響するんじゃないかって気がしますね。まあ、ダンパー数を定義にするなら150人ぐらいしか人をその人間の脳のメモリとして管理できないっていうのはあるみたいですけど、ニュースとしてはロシアが中国による日本海産品の輸入制限措置に参加するという報道がありました。ウクライナとの戦争が長引いているので関係を良くしたいっていうところもあるのかもしれないですね。日本の海産品のロシアへの輸出は量的にはかなり少ないらしいです。以上です。